ロールプレイングゲームとは、参加者が各自に割り当てられたキャラクターを操作し、一般には、お互いに協力し合い、架空の状況下にて与えられる試練を乗り越えて、目的の達成を目指すゲームである。対するものとしては、将棋やストラテジーゲーム等のようにプレイヤーが特定のユニットに割り当てられないゲームである。ロールプレイングゲームとは、もともとは、 ミニチュアゲームから派生したもので、アメリカで考案されたテーブルゲームである。シミュレーションにおいて、プレイヤーが操作していた戦車や戦闘機、軍団といったユニットを兵士個人に置き換え、そこに仮想人格としての心情や個性、能力を付加すると、ロールプレイングゲームへとつながる流れになる。日本では、コンピュータゲームの RPG と区別するため、 テーブルトーク RPG とも呼ばれる。英語圏では、ライブアクション RPG や、コンピュータ RPG と区別するため、テーブルトップロール、プレイングゲーム、または、ペンペーパーロール、プレイングゲームなどと呼称する。RPG の G は、ゲームを指すため、RPG ゲームという表現だと、ロールプレイングゲームゲームとなり厳密には、正しくない。今日では、 ロールプレイングゲームからの派生物として、コンピュータを用いて、同様のゲームを再現したことに始まる、コンピュータゲームの一種、コンピュータ RPG が人気である。コンピュータ RPG は、コンピュータを用いるというシステム的な制約から、自由度は制限されるものの、本来のロールプレイングゲーム同様に、個性的なキャラクターを操って、架空の世界に遊ぶというゲームの本質は、 維持されているなお、初期のロールプレイングゲームは、大半が、ファンタジーに題材を取った架空世界を舞台とし、モンスターとの戦闘を介して経験値を取得することで、キャラクターが成長し、成長することで探索、行動範囲を広げるというものであったため、今日においても、RPG といえばそういうものと思われがちである。この傾向は、コンピューター RPG において、 特に顕著なものとなっている。実際には SF やホラーをはじめとして多彩なジャンルが題材として選ばれている。システム面を見ても特にテーブルトーク RPG ではキャラクターの成長はむしろ戦闘によらずミッションやクエストのクリアをもってもたらされるものが多いなどキャラクターの成長方法一つをとっても作品により多彩である。このように ロールプレイングゲームを形成する要素自体が初期のものに比べて様々に分化している。ロールプレイングとは想像上のある役柄を演じることである。ロールプレイングを英和辞典で引くと役割演技と翻訳される。また、ロールプレイングを英語で説明するとその意味はプリテンディングツービーサム e s o エルスとなる。ゲームデザイナーのゲイリー・ガイギャックスはロールプレイとは 想像上のある役柄を演じること、自分が現在決してなることができない何者かを演じることであるとしている。テーブルトーク RPG では、プレイヤーは、単なる無名の、戦士や、魔法使いではなく、名前や、仮想の人格などが付与された、プレイヤーキャラクターを担当する。ゲームによっては、ライフパスや、性格、属性といったルールにより、 仮想の人格にシステム的な裏付けを与える工夫がなされる。同じ戦士であっても、豪胆な人物、最新な人物、迷路快活な人物、謎めいた影のある人物といった千差万別な個性を表現することにより、キャラクターは差別化され、一層生き生きとし、仮想世界での冒険の楽しみを増加させるのである。またプレイヤーが温厚で慎重な性格であるのにも、 関わらず、向こう見ずな戦士を演じたり、狡猾な魔術師を演じたりすることは、それが、キャラクターに合致している限り、上手なロールプレイであるとみなされる。日本では、雑誌、新聞の、TRPG は、ホビージャパンの、ガング、ゲーム関係などの、ロールプレイングは、ホビージャパンの、歌詞、パン関係の、ロールプレイングは、ロッテの、 ゲーム関係などのロールプレイドラマはスパイクチューンソフトの略称の RPG がおもちゃ関係でバンダイのロープレゲームはゲームおもちゃなどでセガの登録商標であるテーブルトーク RPG はジャンル的にはテーブルゲームに分類されるプレイヤーが一堂に集まりゲームマスターが提示するルール状況シナリオ課題に従い ゲーム世界内での自分の代理人であるキャラクターにどんなことをさせるかを申告しながら他のプレイヤーとともに課題達成へ向けてゲームを進めるというスタイルが一般的なプレイである。商業的には1974年に米国でチームソニックレーシング社から発売されたダンジョンズドラゴンズが商品として広く販売された世界初の テーブルトップ RPG ルールシステムである。現実世界のプレイヤーたちが会話や身体的行動で演技を行い、架空の人物と世界を表現することで物語を演出する。ビッグバンまず、ロールプレイングゲームの遊び方や世界設定をもとに作られたアメリカ製のコンピューター RPG が1980年代前半に日本でもプレイされ始め、間もなく、 日本製の製品も登場し人気を博した。さらに、ロールプレイングゲームの入門的な存在である、ゲームブックが翻訳、紹介され、一時ブームとなった。その後、ゲームブックはほぼ姿を消してしまうが、コンピューター RPG は、パソコンやゲーム機の普及に伴い、売上げの点でも、内容の点でも大きく成長するに至った。他方、 テーブルトーク RPG はそれまで一部のウォーゲーム愛好家が英文のままでプレイしていた程度で広く知られるようになったのはコンピュータ RPG やゲームブックを通してであった。日本語化されての販売もコンピュータ RPG の国産化より遅れていたのである。そのためロールプレイングゲームまたは RPG といえば コンピューター RPG のことを指すものだという認識が日本では広く定着している。今やコンピューター RPG はコンピューターゲームの中でも特に人気の高いゲームジャンルである。テーブルトーク RPG を原作としてコンピューターゲーム化されたものコンピューター RPG を原作としてテーブルトーク RPG 化されたもの共通の原作が存在したり、 メディアミックス展開された結果として、双方が存在するもの。ありがとうございます。